10X25mm ノーマーオート弾もしくは 10mm オート弾はアメリカで開発された拳銃用弾薬である。故障としては後者の方が一般的である。1980年代当時のアメリカの都市圏は小銃刀、強力な武装を所持した犯罪者が増加し、それに伴う事件が横行しており、それに対抗する当時の警察官が使用していた。 リボルバー用の38スペシャル弾やこの頃から流行り始めた自動拳銃用である QX19mm パラベラム弾等の 9mm 口径の拳銃用弾薬では威力不足であるとの噂や偏見が広まり使用することが敬遠されるようになった。しかし当時よりアメリカで人気のあった 45ACP 弾は弾薬自体のサイズから 相談数は少なくなってしまう。そこで9 x 1 9ミ、mm、リメートルパラベラム弾を上回り、45ACP 弾に匹敵する強力なストッピングパワーを備え、なおかつ同弾薬よりマガジンの相談数を多くできるような弾薬とそれを使用する真剣銃が求められた。そして本弾薬はカリフォルニア州のドーナウスディクソン社による真剣銃。 ブレンテンの開発と並行して1983年に銃器専門家である元アメリカ海兵隊員ジョンディーン・ジェフ・クーパーによって薬莢は30レミントン弾のものをベースに設計、開発されスウェーデンの FFV ノーマ AB 社によって生産されることとなった。しかし当初は長らく生産を行うメーカーがノーマ社のみであったことから 民間市場ではなかなか浸透せず、対人用としては威力に比例した強烈な反動からやや扱いづらいカートリッジで射撃の度に使用する拳銃自体にも大きな負担をかけることから成功したとは言いづらかった。しかしながら、その高いパワーと精度から中型動物に対する狩猟用もしくはタクティカル用としての需要は大きくなっており、アメリカでは 多くの州でおじろじかに対しての狩猟で合法的に使用できる。運動エネルギーは357マグナム弾の平均値よりもやや高く、41レミントンマグナム弾よりは低い程度で創薬の多さから非常に高圧であることから、拳銃用弾薬としては強力なパワーと初速性能を有しており、弾道に関してはあまりこう描かず、フラットな弾道を描き、 100ヤードの距離を飛翔しても、45ACP 弾よりも多くの運動エネルギーを維持できる。ありがとうございます。